ハイトロックチャンネル。お、お、お、あれ？よくない？だいぶ iOS デバイスの色に近づけられたんじゃないかな。うん。あ、どうも、いらっしゃいませ。ハイトロックです。皆さんは何を使ってイラストを描いてますか？僕は基本的にはデジタルイラストを主に描いてるんですが、パソコンと iPad を使ってクリスタで絵を描いてます。そして、これらの動画で語っているように、2021年、4月に初めてですね、液晶タブレットを買いました。ガオモンの PD2200 を手に入れて、それまではですね、iPad を中心に絵を描いていたので、液タブと iPad の色合いの違いにですね、ちょっと戸惑っていました。そして前回のですね、こちらの動画で色調整をやって、妥協点はありましたが、まあまあ近づけられたと思ってですね、しばらく使ってたんですが、この度こちらの動画に意見を寄せていただいて、自分の中でもですね、絵を描いてて、結局最終的にですね、色の微調整をしなければいけない時もあってですね、手間だなぁと思ってたんですよ。なので改めてもうちょっと突っ込んだ色調整をするかという流れになりました。ハヤトロックリベンジャーズ。はい、ではですね、今回はこんな感じで設定していったんですが、ここのですね、色温度とカラー効果っていうところをですね、ユーザーっていう設定にしました。こうすることによって色をですね、一個一個微調整することができるんですが、前回ですね、この設定にしなかった理由としては、あまりにもですね、細かすぎるので元に戻せなくなったらですね、めんどくさいなと思ってですね、手をつけてませんでした。ですが今回ですね、ちょっと突っ込んだ設定をしようと思ってですね、パンドラの箱を開けてみました。それでは細かく数値を見ていきます。はい、まずですね、設定を変更する際は前段階としてですね、今現在の設定の数値をですね、写真撮影などでもいいのでメモを取っておいて元に戻せるようにしておきましょう。バックアップは大事です。はい、では数値の方をですね、引いていきますね。まずは画像の設定ですね。バックライト35、輝度10、コントラスト50、シャープネス4になってます。はい、そして先ほどもですね、ちらっと見せたんですが、こちら色設定、色設定ですね。ここの設定が前回と大きく違ってます。まず一番上、ガンマが 2.0 で、色温度のところがユーザーになってて、カラー効果のところがユーザー、ここは後で説明していきますね。で、その下、色相が46、サイドが40。はい、で、ここの色温度っていうところをですね、ユーザーにしますと、こちら RGB ですね、レッド、グリーン、ブルーが一個一個設定調整していけるんですが、 R が145、ちょっとこれ画面見づらいかもしれませんけども、145ですね。で、グリーンが140で、ブルーが109ですね。はい、続いてカラー効果のユーザーの部分の1枚目が R、 またレッドの部分ですね。ここがまた細かく微調整していけるんですが、 R が色相が45、サイドが57。はい、続いて M、 マゼンタですね。こちらが色相41、サイド53。ここのですね、カラー効果の中の、これから RGB と MCY と言っていくんですが、ここの基準値は50みたいですね、もともとは。はい、続いていきます。次は B、 ブルーですね。色相53、サイド50。続いて C、 シアンですね。色相50、サイド50。ここはですね、基準値の50から触ってません。というか、触ってみたんですがほぼ色が変わらなかったんで、ちょっと難しそうだなと思って、ここ手つけないでおこうと思って、基準値の50にそのままにしてます。はい、続いて G、グリーンですね。こちらが色相42、サイド62ですね。で、最後に Y、 イエローですかね。色相41、サイド46ですね。はい、この設定で調整したのがこちらのイラストになりますね。はい、この左側の PD2200 って書いてるのを、右側の iPad って書いてある方の色にできるだけ近づけていった結果がこれになります。中にはですね、これとかですね、この知らぬいまいとかも結構色再現度高いんですが、やっぱりですね、微妙に色が再現しきれない部分もあるんですよね。こっちの画像は赤が足りないなと思って、そっちをいじると別の画像では緑が強くなったなとかですね、こっちの赤を上げたらこっちの青がみたいな感じで、いたちごっこになるんですよね。なので、もっとですね、色の知識のある方とかがやればですね、もしかしたらちゃんとした調整とかできるのかもしれないんですが、いかんせん僕が色に関してはちょっとど素人なものでですね、で、単純に赤
青、緑だけじゃなくってコントラストだったり明るさだったり、色彩だったりですね、鮮やかさだったりとか、いろいろ微妙に数値が違って、それでまたちょっと微妙に変わっていってっていう感じになって、難しいですねやっぱり。ハヤトロックからのエンディングのアナウンスです。はい、前回の動画の時点でですね、妥協せざるを得ないとは言いつつですね、完成したイラストを iPhone で見た時にですね、あれここ、こんな色のつもりじゃないのにっていう部分がですねちょくちょくあって、結局ですね、色調補正などですね調整する羽目になったりもしたので、最終段階でですね二度手間になってることもあったんですよね。今回ですねコメントをいただけてなかったら、この再調整する機会もですねなかった気もするので、機会を与えてくださってありがとうございます。だいぶですね iOS デバイスの色に近づけられたとは思ってます。こちらの動画はですねあくまでもこれはですね iOS デバイスの色に近づけるための設定です。僕はですね基本的に iOS デバイスで SNS なども見ることが多いし、日本人はですね iPhone 大好きですよね。なので SNS で僕の絵を見てくれる方もですね iPhone ユーザーが多いんじゃないかと仮定して、 iOS デバイスの色に近づけるっていう選択をしています。もしもですね今これを見てくださってるあなたがですね印刷物であったりプロのイラストレーター漫画家としてですね活動している場合はですね、プロの世界で使われているようなですねちゃんと色を表示してくれるデバイスを使って調整してください。この動画はですねあくまでも素人レベルでの調節であることをご理解ください。はい、当店ではイラストのテクニックであったりお絵かきアプリの使い方、今回のようにデバイスの設定などの解説を行っております。ご興味のある方はですね再生リストをご用意いたしておりますので、ぜひともご覧ください。概要欄にも再生リスト貼り付けております。その上でですねまた当店へのご来店をご希望していただけるならですねチャンネル登録お願いします。コメントもいただけると今回のようにですね新たに動画を作るきっかけにもなりますので、お気軽にご意見ください。また評価していただけるなら高評価でも低評価でもどちらでも、でもやっぱり高評価もらえた方がモチベーション上がりますので、ポチッとしてもらえる前にご検討をお願いします。はい、それではですね今回も最後までイベントご参加いただきまして誠にありがとうございました。また次回のご来店もお待ちいたしております。それではまたね、バイバーイ。